県内では強い冬型の気圧配置が続き、各地で今シーズン最も厳しい冷え込みとなっています。今朝の県内は蔵王でマイナス 6.7 度、月立でマイナス 6.2 度、仙台でマイナス4度などと冷え込み、19の観測地点のうち7地点で今シーズン最低を記録しました。積雪は午前9時時点で栗原市駒の湯で39センチ、大崎市古川で18センチ、仙台で3センチなどとなっています。また、東北道では吹雪のため、午前11時15分から古川インターチェンジと月立インターチェンジの間の上りと下りで通行止めとなっています。